1800年1月1日の海戦は、疑事戦争中に、現在のハイチの海岸沖、レオガン湾のゴナーブ島の近くで起きた海戦である。アメリカ側は4隻の商船を護送する、アメリカ海軍のスクーナーアゼス・イクスペリメントの船団であり、対戦したのはピカルーンと呼ばれた、ハイチ人の乗った武装バージの船体だった。フランスと同盟するハイチの将軍、アンドレ・リコーは、 その行動範囲に入ってくるすべての外国船を攻撃するようその部隊に指示していた。アセス・イクスペリメントとその後総船団がコナーブ島に接近してきた時、ピカルーンがこれを攻撃し、昇船2隻を捕獲した後に撤退した。アメリカ側ではスクーナー・メラリーの船長が殺された。この戦闘中にピカルーン側は、 大きな損失を出したが、その地域に入ってくるアメリカ戦に混乱を起こし続けるだけの強さは保った。1791年ハイチ革命の指導者通算、ルーベルチュールの軍隊によって、リゴーが権力の座を追われて、初めてピカルーンは攻撃を止めた。1791年、ハイチ革命により、当時サンドマと呼ばれたフランス領植民地で奴隷の反乱が成功し、 地元民が政府の支配権を奪った。フランス植民地支配層の排除には成功したが、植民地支配権を握った様々な政治的派閥が構想し、その間で戦闘状態になった。1800年までにフランス寄りのアンドレ・リゴーと自治を主張するトゥーサン・ルーベルチュールの間でナイフの戦争が本格的なものとなり、サンドマは二つに分かれた。 リゴーはサンドマの南部を支配し、リゴーの軍隊は物資を必要としており、通り過ぎるフランス以外の船をすべて攻撃した。ナイフの戦争と同時期にアメリカ合衆国とフランスは疑似戦争の一部として、カリブ海で限定的海上戦争を戦っていた。七百九十九年十二月下旬、アメリカの武装スクーナーアセス・イクスペリメントは、ブリックのダニエルメアリー、 スクーナーのシーフラワー、メアリー、ワシントンの船団がフランスの試略船に捕獲されないよう、護送していた。1800年1月1日、現在のハイチ、ゴナーブ島北側の沖、レオガン湾で、なぎのために動けなくなっていた。リゴーはこの船団が止まったことを確認し、それを攻撃して捕獲するために11隻の武装バージを送った。アメリカ商船の乗組員は、 小さな武器を持っているだけだったが、護衛艦であるエクスペリメントは強力な艦だった。ウィリアム・マレーが指揮し、排水量135トン、6ポンド砲12門を装備し、乗組員数は70人だった。これに対する、リゴーの部隊は11隻のバージであり、小さなものには40人ないし50人、大きなものでは60人、ないし70人が乗り込んでいた。 これらのバージは主に手漕ぎであり、各艦26本のオールがあった。それぞれに旋回砲や4本の砲を組み合わせて装備し、1艦あたりは2門ないし3門あって、消火器も持っていた。この攻撃に向かったバージに加えて、援軍が必要な場合には招集できるバージや人員が近くにいた。全体では十七隻のバージと千五百人の人員が美号の直接指揮下にあったが、アメリカ側は、 この攻撃の間も、そのことを知らなかった。リゴーのバージの一つ一つはそれほどの脅威ではなかったが、集団で襲ってきた場合、アメリカ艦に乗り移ることで、アメリカの戦力を圧倒し、捕獲が可能だった。デイビッド・ポーター大将、ジョン・パランブルが、エクスペリメントは、訪問を閉じたまま小船の近くに降り、一方配置側はご艦すべてに乗り移って捕獲する、つもりで戦団に接近していった。 ハイチのバージがマスケット銃の射程に入るとアメリカ艦に向かって射撃を開始し、これにエクスペリメントが反撃した。エクスペリメントが放った武道弾がハイチのバージに大混乱を起こし、後退を強いられた。ハイチ側は30分間アメリカの戦団に対して抵抗したが、その後近くのゴナーブ島の浜に向かって負傷者を陸に上げ補強を集めた。 新しいバージ3隻に新しい乗組員を加え、配置側は再度アメリカ船団への攻撃をかけてきた。彼らはバージ4隻ごとに3つの戦隊に分け、エクスペリメントへの攻撃に向かった。前衛と中央の船体がエクスペリメントの両側に向かい、後衛の船体がエクスペリメントの船備に向かった。エクスペリメントは戦闘が中断された間に配置側からの次の攻撃に備え、 マスケット重視を守備的配置につかせ、主たる大砲には弾を装填し、原則のネットは巻き上げた。こうして配置側が再度攻撃してきた時に、その乗り移りを防止する備えができていた。3時間にわたってエクスペリメントはバージと戦い、2隻を沈め、乗員の多くを殺害していた。この間に2隻のバージがエクスペリメントからは離れて小船を攻撃した。 これらのバージは、エクスペリメントから見て、スクーナーのメアリーの背後に回り込んで、自らを守ることのできる位置にあった。ハイイチ人はメアリーに乗り移って、船長を殺した。メアリーの乗組員の多くが海に飛び込み、他の者のは戦争に隠れた。二隻目のバージが、ダニエルメアリーを奪おうとしたが、エクスペリメントからの砲撃で沈められた。ハイイイチ人がメアリーに乗り移ってしまうと、 エクスペリメントはメアリーに向かって武道弾を放ち、ハイチ人を追い出した。ハイチ側の全戦隊が再度ゴナーブ島に撤退し、負傷者と新しいものとを入れ替えた。ハイチ側はダニエルメアリーとワシントンがアメリカ戦団から離れて行っているのを見て、これらに対する攻撃にかかった。この両戦はエクスペリメントの大砲による保護範囲から遠く離れてしまったので、 乗組員や乗客は船を捨てて、エクスペリメントに移った。配置陣がこれら両船に乗り移って略奪し、エクスペリメントからさらに遠い場所に移した。エクスペリメントは、バージに近づいて、大砲で攻撃しようとしたが、追撃はできず、2隻のバージは、本体から離れて、隙あらば、メアリーとシーフラワーを奪える位置についていた。最終的に、アメリカ船団は、レオガンにたどり着き、 アメリカの領事によって面倒を見られることになった。エクスペリメントは戦団の二隻を守ることができたが、他の二隻は海賊に奪われた。アメリカ側ではスクーナーメアリーの船長が殺されただけだった。また負傷者は二人だった。一人は文民であり、もう一人はエクスペリメントの副指揮官、デイビッド・ポーターであり、戦闘中に腕を撃たれていた。配置側はバージ二隻を失い、 多くの人的損失もあった。リゴーの海賊はこの年の後半もアメリカ戦を襲って嫌がらせを続けたが、ナイフの戦争の終結によって、リゴーはサンドマングから追い出された。リゴーはグアドループに逃亡した後、スクーナーのダイアンでフランスに向かったが、1800年10月1日に、エクスペリメントがその行く手を塞ぎ、リゴーを捕獲して、セントキッズに連れて行った。 この戦闘はアメリカ合衆国内で議論を呼んだ士官数人の報告ではエクスペリメントの指揮官マレー隊員が戦闘中に臆病だったということを示唆していた。ポーター隊員はマレーが海賊の到着直後に海賊に降伏しようとしていたと述べていた。戦団を攻撃してきたフランスよりハイチ人の数が圧倒的なものだったのでマレーは状況が絶望的だと考え 軍艦機を下ろそうとしたとされている。士官の報告書では、ポーターが自身の判断でマレーの敗北主義を無視して乗組員に戦うよう催促したことで、エクスペリメントと戦乱を救ったと述べて、ポーターを褒めていた。別のアメリカ軍士官、例えばレオガンのアメリカ領事は、ポーターのマレーに対する告発を否定し、マレーの勇敢さを褒めていた。 マレーに対して軍法会議が開かれる恐れがあったが、結局この件に関しては正式な告発がなかった。1800年7月16日、マレーはエクスペリメントの指揮官を退任し、チャールズ・スチュワートが後を継いだ。この回線のことはマレーの退役までついて回ることになった。ありがとうございます。